皆さん、こんにちは、こんばんは。三井ろうさぎです。本日は日本一ソフトウェアの新作ゲーム、屍ぐらいの冒険飯、プレイしていきたいと思います。のっけから表現規制を有効にしますかって書いてある時点で、放送できるのかしら、これ。でも、楽しそうなんで、楽しくやっていきたいと思います。とりあえず、まずは設定をいじって、たりするんですけど、この辺はちょっとカットしちゃいましょうね。はい、サパッとカットしてきました。それでお次は難易度設定なんですけど、ハード。ナイトメアがありますね。ナイトメアで行きたいけど、半端な覚悟では先に進むことすら難しい。いやでも前作はないんですけど、ガリレアでは、ハードというか、ガリレアでは一番難しいのでやったので、できるんじゃないのかな。行ってみたいと思います。と、そして、キャラクター選択。楽しみですけど、これがまた長いので、ここも、ちゃちゃっとカットしていきます。はい。ということで、ここまで15分以上悩んで、こんな感じのキャラで、作ってみました。眠そうなキャラなんですけど、糸目キャラがいなかったので、まあ、しょうがなくかなぁ、という感じです。ということで、この状態でよろしくお願いします。それでは、冒険へ、レッツゴー!あまたの冒険者を輩出した冒険者の町ピオーネ。あなたはそのピオーネの町で冒険者として活動している。今回は度胸試しとして近所にあるダンジョン、封印の地を訪れ探索を開始した。封印の地は初心者向けの簡単な場所、何事もなく帰還できると思われていた。しかし、不幸なことに、あなたはそこで遭難してしまった。すでに水も食料も尽き、出口を求めて三日さまよい歩いていた。三日って。大水石。ここはチュートリアルですね。チュートリアル。移動ジャンプ。探索メニューを開くが三角で。まあ、死に部だとは思うんですけど、とりあえず、カメラの向きが反対なので、カメラの向きをちょっと直します。これでいいかな?よし、ゴー。操作感も結構独特ですね。やっぱり採取、物集めたりするゲームは結構好きなので、採取とクラフト要素がある、ローグライクっていうと、とっても好みに合ってるので、楽しみです。いろんなアイテムを集めて物を作れるとなると、やっぱりね、コレクション要素とかも出てくるでしょうし、ローグライクというよりもローグライトに近いのかな?なんか行けそうで行けないところとかありま、あ、アイテムあった。なんか HP がさっきから徐々に削られていってるのがすごい気になるんですけど。これあれですよね、ナイトメアだからたどり着く前に死ぬとかはないですよね、さすがに。うん。なんとか HP1 で、踏ん張ってる状態です。あ、そういえばさっき拾ったアイテム食べれるんでしょうか?枯れたくさん。あ、HP とカロリーがちゃんとある。食べる食べる。カロリーが?おう、切る潰す薬とあるんですけど。焼き枯れた草。カロリーが 6% 回復するようになったけど。焼いたらなくなっちゃう気するんですけどね。
勝利とはまた別なようですね。こっちはクラフト。装備の修理強化があるんですか。ささっと流すので、気になった方は一時停止して確認してみてください。まあ、敵も何もいないところ歩いてるだけでもつまんないんですけど。というか、日本一ソフトウェアのゲーム、全体的に独特なダークさがあるんですよね。これに至っても、屍ぐらいの、冒険飯ですから。なんか最近の流行りに乗った、ね、ご飯食べる系かと思いきや、何食べさせられるか分かったもんじゃない。あ、この先ボスいそうですね。ちょっと他の寄り道をしてみます。やっぱり他に道があるとそっち行きたくなっちゃうんですけど、何にもなかったですね。ショートカットもあるみたい。だけどまあ、最初のうちはちょっと操作がつかないのは許してください。ダッシュもあるんですね。スタミナガンガン消費しそうだから、使っていいものかわかんないんですけど。お、ムービー入りました。虫かぁ。虫はちょっとなぁ。いや、ここはさすがに家で。もう一回ぐらい家にしようね。あなたは死骸の肉を食べ、あ、飛ばしちゃった。あんなに得体の知らないものを食べてはいられない。他の食べ物を探しに行ったんですけど、うん。しかし、どれだけ探してもまともな食料が見つかることはなく、あなたの冒険はこれで終わってしまった。エンディング。さて、ということで今回ゲームをクリアしたわけなんですけど、でね、うん。さすがにそれはね、というか日本一は、序盤にエンディング持ってくるの多いな。まあ、ということで、もう一回やっていきたいと思います。また一からか。カットしますね。ちょっと待ってください。カメラ状態が、記録されてないですね。めんどくさいな。はい、今度こそ、最後までカットです。はい、それでは、ここまで戻ってきました。死骸の肉。それでは、あ、まあ、それでも一回はちょっとね、断っといて。まあ、いやいやですけど、食べますか?というか、うわぁ。寄生つけてないと、粒粒がね。あなたはこの死骸の足を食べることにした。どう見ても食べられそうなものには見えなかったが、空腹に勝つことはできなかった。うわ、ちょっと結構な勢いで吐いてんじゃん。そんなもん食べるから。といったところで、まあ、導入のオープニングが終わりだと思います。ここから本格的な、あなたはいつの間にか気を失っていたようだ。周囲を見渡すと、先ほどまでいた場所とは全く違う場所にいることに気がつくことになる。誰かが野営でもしていたらしく、様々な道具のようなものが落ちている。しかし、どれも壊れてしまっているようだ。人の気配はなく、道具の壊れ具合からも相当な年月が経過しているようだ。この辺りは魔物の気配がない。野営するにはうってつけの安全な場所であるように見える。あなたはここを拠点として脱出のために三段を練ることにした。ということで、ここを拠点にして少しずつ潜るのかな?脱出のために潜るっていうのもちょっと変な気がしますけど。まあ、ここから、ローグライクの生活がスタートしていくことになります。ここ以外ではセーブは行えませんと。まあ、なかなかに鬼畜な難易度だと思うんですけど、これからちょっと、
ナイトメアモード、できるところまでかな。限界を感じたらさすがに、ハードモードに変えると思うんですけど、このままやっていきたいと思います。それでは、今回は1話というよりも、まあ、0話という形で、まともにバトルもしてないんですけど、ここで一旦終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。他のご視聴をお待ちしております。チャンネル登録、高評価の方をしていただけるととても嬉しいです。さようなら。